こんにちは、ドウンです。ということでね、昨日、はい、家と仕事をゲットしたぜっていう動画を上げて、次の日速攻で辞めました。はい、いやマジでね、今の時代にパワハラはありえんでしょう。僕にじゃないんだけど、そのなんか、まあなんか1年ぐらい働いてる人の従業員の方になんかだいぶ当たりが厳しくて、まあ、なんか蹴りとかではないけど、まあなんかその危害を加えてたりとか、で実際その人もなんか、まあ今日僕初めて会ったのに、なんていうんですかね、まあ僕に愚痴るぐらいというか、本当なんかでね、今までもなんかね、いたんだよね、そういうやつマジで。何なんだろうね、家が片付いてないやつって、経営者っつうのかな、経営者で家片付いてないやつの危険信号を感じた最近。もうね、人を選んで当たるんだよねあいつら、マジありえん。心が死ぬ前にマジやめようと思って、え、なんでって言われて、いやみたいな、お前さ、いい加減にせえよって、お前とは言わなかったけど、で、まあ、僕も月光、まあ、僕エンパス体質なんで、相手のなんかまあエネルギーもらっちゃうんですよ。ってなった時に、やつがまあ、ね、自分のところの従業員に当たってたから、まあ、僕もイラッとしてしまい、しかもね、超汚かったんだよね、家もそうだけど。金持ってて汚ねえやつって何なんだろうね、家汚い、トイレとかゴリ汚くて、その仕事場っていうのかな。いやー、マジありえんわって言って、だからもう俺自分で掃除したもんね。でそのなんかその自分で考えて動けみたいなことほざいてて、知らねえ、俺現場仕事やったことねえしさ、お前さ、今いつの時代だ、マジなめんなって思ったもん。令和だぞ、令和だよ。昭和の時代のなんかさ、ほんとなんか昭和の時代のなんつうんだろう、現場監督みたいな感じで、いやアホなんかと思って、初めて現場仕事したけどマジでありえんと思って、だから6時20分でか、じゃあ6時起きしてって感じで昨日話してて、そう6時起きして、でなんだかんだで2時間ぐらいかかってきたのかな、その現場で。そこで作業をして、結局だから6時半7時だとして8時、まあだから11時にはもうやめますって、え、なんでって言われて、いやマジありえんやろって話をして、いやあのね、マジでパワハラしてるやつの近くにいると自分も心がすさむし心が死ぬんで、本当にマジで緊急回避した方がいいっすよ。これ見てて、あのパワハラやろうとか、パワハラされてたら訴えた方がいい、マジで。今の時代マジで証拠取っといて、じゃないと自分の心がどんどん死んでって、本当そいつに毒されてくからさ。で大体ね、パワハラするやつって人選んでて弱そうなやつにやるんだよね。でその人が耐えるじゃないですか、耐えちゃうから余計助長するというか、調子に乗るというか、マジでアホなんだよね。訴えられないんだよそいつマジでと思いながら、そういうやつがパワハラやろうって。僕もね、昔その経営者っていうんですかね、会社やってる時に実際そのパワハラ的なことをしてしまったこと、切れてパワハラ的なことをしてしまったこととかもあるんで、まあなんか本当ブチ切れて蹴ってしまったことあるから、一回ちょっと、なので、なんて言うんだろうな、昔の僕のを見てるではないけど、そのなんか当たりがきつい人って何なんて思うんだよね。それでも自分が越えてきた道やけん、なんか言えるんだけど、なんだろうな、なんかね、マジ令和になってパワフラやってるやつの頭悪いと思うんだよね。のくせに自分で頭悪いこと気づいてないから、なんか昨日の朝一かなんかね、なんかそのなんか立方体のね、なんか体積でなんとかなんとかみたいな話いきなりしだして、いや、いらねえよそんな話って、俺の人生必要ねえから覚えてねえんだよみたいな、学校で習ったはずなんだけどなみたいな、知らねえよと思って、お前が知ってることをひけらかしてるだけで、なんなんこいつと思って。なので、まあ実際ね、昨日の動画見てる人で、どこでどの人か察しがつく人は、まああの、すいませんつってコメントしないでねつって、大人なんでねっていうところで、マジで訴えられた方がいいと思うよあいつマジと思っちゃったっていうところで、まああの、仕事も家も一気に手に入れて、一気に次の日になくなるっていう、すごくない、中秋の名月なんだけどね今日っていうところで、あの、いやーマジクッソど田舎でさ、普通さ、まあその共通の知人がめっちゃいるわけだから、あ、じゃあ送ってこうかとか言うじゃん、駅全然近くないし、俺その辺の土地勘ないしみたいな。でもね、多分まあ一緒にいたくなかったらいいんだよね、そこのそういう気遣いさえできないやつっていうのが、家泊めてくれたりとかすげえありがたかったけど、いやシャワーとか浴びるとかって普通一言言うじゃん、いやいやおっさんやけん、あの普通おっさんやけんっていうのもあるんだけどさ、なんか普通にシャワー浴びたいじゃん、泊まったら、あの朝でも夜でもいいから風呂に入らせてくれたら思わないけど、
いやちょっと頭おかしいのかなみたいな、なんかちょっとずれてんだよね。だから絶対こいつと理解できんと思って、だから時間無駄じゃん。そのお金は増やすことができるけど時間ってマジでどんどん減ってくんで、自分の心が疲弊するのも嫌だし、マジでパワハラ野郎がいたら本当に速攻でやめた方がいい、訴えてっていうところで、まあ、何のためになるのかわからないですけど、この動画が。でも実際ね、本当きつかったな今回。なんかね、まあお金困ってて、で時間、まあ時間はあるし、お金、まあなんていうんだろう、お金困っててっていうのもあるだけど、でまあ家もないしみたいな、家ないっていうので、ね、今までちょっとホテル暮らししてきたし、まあ、バンコク1ヶ月で撤退したんでって考えると、なんかさ、バンコクの撤退もそうだけどさ、今日の今回の件もそうなんだよね。なんだろうね、本当ちょっといろいろと踏んだり蹴ったりでございますということで、でもなんか良かったんだよね。すっきりしたというか、僕の中で結構腑に落ちた部分がいっぱいあったので、 だからね、家汚ねえやつのとこで働くのはマジやめた方がいいよ。それ家片付けとか掃除ができないやつで仕事ができるやつなんて会ったことねえから、俺マジで。ちょっと金持ってて調子に乗ってるアホなだけだからさ、そいつらって。なのでそういうやつがいたら付き合わないことを僕はお勧めしますということで、自分の波動が下がるんでね、波動が下がるようなやつと付き合うとマジでろくなことがないので、マジで早々に損切りした方がいいっすよ。時間とね、やっぱお金と、あとはその、まあ、お金って本当さ、頑張ればそのタイミング良ければ頑張れば増えるけど、時間ってマジでどんどんやって、人って 100% なくなるんですよ。ってなった時に、そのなんであいつのために我慢しなきゃいけねえんだろうと思わないっていうのを、まあ、要はパワハラ野郎たちっていうのは、そのね、会社体の体制でさ、パワハラする会社とかあるじゃん、実際ドツメするような会社とか俺もいたし、なんか切れて机の角蹴るような店長がいるような職場で働いたこともあるんで、結構デカめの車の会社だけど、ビッグモーターではないっていうか、俺が車の会社で働いてる時にビッグモーターとかなかったし、ね、うん、この前いたね、車屋で手取り13万つってです、マジかよ。どこだっけな、ネクステージって、いや13万でさ1ヶ月こき使われるの半端なくない？精神的ダメージ受けたり肉体的に疲れてさ、自分の人生月13万で売り払うのと思って、マジですか。なのでまあいろんな考えがありますけど、僕の考えに共感してくれる方はね、ぜひグッドボタン、いいねとかフォローとかしていただけますとありがたいでございますということで、僕は次の目的地に向かいたいと思います。じゃあねー。